どうも、菅大地です。本日は千葉県にあります、富里ゴルフクラブをお邪魔しております。今日は対決シリーズということでですね、こちらのお二人です。どうぞ。お願いします。おはようございます。増田ゴルフの増田大成です。弟の方です。よろしくお願いします。増田隆一郎です。兄です。いや、協力助っ人いますね、今日。そうですよね。はい、カメラマン、たくみくんが、ありがとうございます。チームで、なんと3対1で今日戦うということで、はい、3兄弟になりました。はい。同じティーで、はい、ベストホールです。わかりました。3人の良かったスコアの人が、まあ、そのチームのスコアとして。で、僕はまあ、1人なんで。はい。お二人ともなんかこんな感じですけどね。もう、野球の話をし始めたら、多分、1週間くらい寝ないでいけんじゃないかな。野球大好き、ブラザーズなんで、はい。難しいコースですけど、頑張りましょう。はい。はい。遅れないように。スピーディーに参りましょう。わかりました。はい。362ヤードのミドルホールです。もう見た目めちゃくちゃ狭いです。グリーンは左に向いてる。ある。左は池があります。負けたら何したらいいですか？いや、昨日からずっとそれ話し合ってるんですけど。はあ、ラーメンおごってください。ラーメンじゃない。月に1回。うちでフィッティング会っていうのを設けて、うちのショールームを使ってそこでフィッティング会やってるんですけど、そこの一日店長をやってほしいなと思って。ワンデイ、ワンデイです。ワンデイ店長、はい、朝から。いや、ちょっと本気で頑張りますよね。3番ウッドでちょっと分かんないんで、何が正解か分かんないんで、うん、右の方が安全なし、左はいけ。完璧だ。これは良さそう。聞いてた話と違うぞっていう。おお、左はちょっと危ないかも。ちょっと戻ってきてありますよ。どうだ。どうだ。3番アイアンで安全に右。おー、左まっすぐ。いい球ですけど、この方向行っちゃいましたよ。さあ、左側普通に狙えるところにありました。123ヤード52度。まあ、柳の後ろですね。ピンはこっちから飛びます。おー、飛んだ。フライヤーしたっぽい。この柳の左上に硬い音はしましたね。バンカー、バンカーポートをしましたね。150くらいです。おー、うまく抜けたよ。おお、ナイス。いやいやいや、めちゃ近い。めちゃ近い。どういうこと、みんな。やばい、近い。1メートル容赦なさすぎでしょ、みんな。ちょっとすごい悲しいんだけど、この3対1でボコボコにやられてるから。110ヤードサンドウィッチ。お、うまいっすよ。止まって。いやー、行っちゃったけど、ナイスナイス。いや、しかも打ちづら、これ。75ヤード。おいや。ありがとうございます。ナイス。うまい。終わるよ。おーし。おー、ナイスライ。よし。おお。ボギー。おお。3連続。なんで
であんなところからそんなところにいるんですか。2人でゴルフしてるときそんなのないじゃないですか。ナイスバーディー。完全に敵になったときの方が匠くんがやる気になってるっていう。これちょっと残り3ホールですよね、はい、あの本当ねプライドも何も捨てて、はい、すごいこと言っていいですか、はい、あの3人のうち悪かった人のスコアを取りましょう。全然乗り気じゃない誰も。このティーショットで決めていいですか。じゃ一回やってみましょうじゃん。いや一回やってみましょう。それでね、はい、はい、やめてください、やめてください、やめてください。これはやばいショートホールですね。196ヤードぐらいです、ピンまで。5番で。5番。ナイスです。ありがとうございます。いや皆さん本当ねお上手でね、今チームスコア1アンダーですもんね。だって強っ。それはね、僕はいいプレッシャーでも勝てない。いいよ。おーさ、やっぱね、たくみくんが敵になったらすごい頑張ってるんだよね。今日本当一番感じてる、それは。いつもあんな一緒にね、回っててもね、あんな一生懸命やってないんだよね。5番です。5番で。うわ、いいよ。左からフックして。だーん、あ、手前？いやー、いい筋打ってましたけど。どんどんいいショット打てば打つほど逆にプレッシャーがかかるという。ユーティリティ。いいよ。すごい綺麗に、まっすぐ。この辺。おー、ナイス。ナイス。ナイス。とりあえず。いや、とりあえずやらかした人いないですね。結構顎高めです。ピンは近い。うまいよ。ああ、ちょっと奥だけど、グリーン止まりそうです。ナイス。30メートル近くあります、これは。そっから下り、そっから下り。うわぁ、めっちゃナイスパット。ナイス。ナイスパット。バーディーパット。おぉ、伸びる伸びる伸びる。うん。なんか、まあ普通のルールならここでもう負けがもう決まってるでしょうね、私の。おー、ナイスタッチ。ナイスタッチ。ナイスボギー。ありがとうございます。いや、結構行くんですよね。うん、ナイスパップ。ありがとうございます。おー、ナイスパー。ナイスツーパット。やっぱバーストがなるとちゃんとマジでやんないとみたいな。野球は2アウトからですからね。木更津総合対修学館みたいな感じになるかもしれない。ああ、早川。400のミドルホール右ドッグレッグ。おお、右攻めた。フォー。フォーなの？フォーなの。おぉ、まっすぐからフェードをして、ちょっとこの木の後ろ側から。見えました。はい、うん、ナイスショー。真ん中からフェード。いい球。松田のこう、サード送球のこう、こうね。
ファーストの取りやすいシュートみたいな。大勢くん後半イーブンでプレーしてます。3日前は74のベストスコアが出てます。ちょっと巻いてったか右に。すげえ置きに行きましたね今ね。普段の半分くらいのスピードで吹きましたよ。120ヤードピッチングです。僕は打った瞬間にもう右アウトだなと思ったんですけど、めちゃくちゃ狭いフェアウェイにありました。いいとこです。里見くんいいプレーしてますよ。ピリッと来てる。止まって。フライヤーしてんでも。ちょっと飛んでた。大勢くん池に入ってたものです。第3打目左の手前かな。うん、大丈夫。110ヤードです。110ヤード。52度。ダメだ。おお、ちょっと右。これがバンカーさん。そうですね、ダブルでした。いや、池ギリギリでしたねこれ。いや、予想外の場所にありました。うん、そんなね、右狙うつもりじゃなかった。87ヤード。87ヤード。おー、良さそう。風も右から来てる。やばい、やばい。いやー、すっ、マスダメッチありがとうございます。はい。ルール変えた瞬間に、あの、大勢くんが急に崩れるっていう。あのルールありきのイケイケゴルフが、あの、いや、だからこれ多分皆さんもやった方がいいスコア出ますよ。3対1で、あの、誰かをやっつける回をやると、自分のこう、プレッシャーがそがれて、伸び伸びできていいプレーができる。うわー、ナイス。いい感じ。うわー、ナイス。うわー、ナイス。ナイス、ナイス。たくみくんからこれくねくねスネーク。登って下って登って平ら。うわぁ、読めてるなぁ、それ。強さが、ちょっと足りなかった。ナイス！来てる。耐えた。来てますね。解放された。うわぁ、そっちなんですね。いやー、これはちょっとね、入れなきゃいけなかったですね。ナイス。ナイスパー。さあ、これで大勢くんがボギーかダボかでだいぶ1打。なあ、ナイスまで。いやいや、オッケー。もうチーム内でオッケーありなんですか、それ。いや、オッケーですけどね。やばい。ということで、最終オールやってきました。大勢くん、途中まで、はい、よかったんですけど、なんか、はい、ワーストになった瞬間に、しびれちゃってました。変なプレッシャーかかってきました。僕のお願いを聞いていただいて、4打差まで来ました。はい。だいぶ厳しくないですか？厳しいです。1ホールで4打差。まあもし負けたら、増田ゴルフさんで、一日店長。やってくれますか？はい。ありがとうございます。やります。がぜんやる気出てきました。じゃあ、あの、視聴者プレゼントで。勝ったら、はい、もちろん。いや、あの、ノーギャラで、一日店長やる代わりに、はい。あの、1本ちょっと。これなんか持ち帰んないと。もちろんです。いいですか？いいですよ。はい。はい。距離は539、2つでうまくいったらいきます。よいしょ。よいしょ。さっきまでだったらね、もう一人ナイスショットすればもう、よっしゃーみたいな雰囲気でやってましたけど。
なんですか、その最後までなんかもう無口になってきましたよ。おお、左、こんな左じゃないけど、この影の方向くらい出てきそうですよね、全然。うん、おぉ、ナイスショー。この辺、おぉ、ナイスショー。よし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 、あとは刻んで終わりだ。なんとかプレッシャーをかけてトリプルボギー打たないかなっていうね。おぉ、いい、いった、やばいぜ。この辺めっちゃいいとこ。いや、今んとこいいっすよ、ティーショット。みんな素晴らしい。これね、出すだけでも結構大変。これやばいか、出ないか、うん、めっちゃ待ってる。ナイスアウト。いったよこれ。ナイスアウト、フェアウェイにナイスアウトです。これあそこのもう右の池の手前ってことですよね。そうですね、日本木狙いですね。8番ぐらいですか。9番。9番。おにんまり笑ってます、向こうで。おお、スプーンで行くんすか。狙います。あーたたたたたた、これ大体狙えるでしょ。行くんすね。220ぐらいですか。3番ウッドで行こう。230くらい。230くらい。つま先下がりから、左行け、右行け、グリーン、あそこです。うわ、これは激しい。行くしかないでしょう。これは激しいですよ。どんぐり打っちゃう、どんぐり。いやー、右、耐えて。これ最高じゃない。お？お？え？どこ？雄一郎選手は第4打目。これ上げですか？今年一番の多分スーパープレイ乗ってたらね。あ、やばい本当に。左バンカー。あー、バンカーかな。お兄ちゃんピンチです。177番。いや、バカ。握ったぞ、大丈夫か。わー、いけやってるぞ、これは。いやー、これちょっと皆さんざわついてきましたけど、僕のボールもどこにあるのかわからない。入ってんじゃない。うん、直接カップインしたとしてもおかしくないっす。ラインでは飛んできましたね。大瀬君、隣のホールからお邪魔します。ちょっと一般の方が映っちゃう関係でグリーンだけ捉えてお送りしたいと思います。実況お願いします。打ちました。全然見えません。おー、グリーン奥にオン。75ヤード58度、第5打目。うん、ナイスオン。ボギーが取れそう。よし、44ヤード3度です。44ヤード3度。当たって。うわー、ナイス。うわー、いいスピン入ってますね、ラフから。OK です、OK です。ナイスです。VAR 判定の結果。いやー、今年ね、本当に一番いいショット打ったんですけど。みんなで大捜索したんですけど、今カメラを見て、息入ってんなって分かるってすごいですね。あー、ちょっと短かった。伸びろ。あー、止まっちゃう。おー、ナイス。
ナイスパーです。いや、これで可能性はね 5% ぐらい残しましたよ。これ6段目です。パーパット、これ全然逆だ。おお、龍一郎さん、こっから4パットしたらっていう話ですかね。ついていいですか。奥に、奥下ってるんで、ちょっと入れに行って、4パットあるかもしれない。第6打目。うまい。ああ、重たい、こっちから。万が一がね、ありますから。ナイスボギー、ダブルボギーパットです。ナイス、ナイスということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。増田ご兄弟ありがとうございました。でもないです、こちらこそ。ということで、本当に私のもう乾杯です。こんな最後変なねルールにしてしまって、はい、いえいえ、申し訳ないですけど。緊張感ありました。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、お二人が本当ね、うまくてびっくりしました。いえ、まあ本当、姑息な手段に私最後ね3ホール出まして、まあ、それでも負けたんですけども、あのルールにしてなかったら多分チームのスコアは多分イーブンだと思うんですよ、うん、なるほど、イーブン。まあ、乾杯でございましたので、ガチでやる、ガチでノーギャラで本当にやるという、本当にいいんですか、はい、やります。ありがとうございます。いいですか、負けた僕が悪いです。敗因っていうか、そちらの勝因はまずね、大成君がすごい頑張って、で、要所でやっぱり龍君も本当に素晴らしいショット打って、何もやってないんです。で、何よりもやっぱ匠君じゃないですか。そうですよね、普段あの8とか9とか絶対連発するのに、気になった瞬間にすげえやる気出すっていう。いやいや、めちゃめちゃいい。やっぱやる気出すといいゴルフできるんだな。いや、うまいですよ。いやいや、まあそういうことで、またちょっとリベンジさせてください。はいはい、ぜひ、はい、またあのマスターゴルフさんのイベントの件もちょっとチェックしていただいて、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。